なんでや。見事なまでの確変だったな。OPS 高いや。さすがに限界や。これを上位固定とか敗退行為を。対策されたらこんなもん。3年結果を残して、初めてレギュラーとはよく言ったものだ。理想。松本が近藤の穴を埋め、磯畑が松本の穴を埋める。現実。松本が穴、磯畑が穴、近藤は鷹。新庄が唯一計算に入れて、去年から今年のレギュラー固定を明言してた松本がこれやもんな。各編でも2割8分は打てると思ってたわ。中日の岡林とかも何かの間違いで首位打者取ったりありそうで嫌だな。明らかに怪我してるのに、海外内日ハムの選手層が一番おかしいよ。